カーリー・レイ・ジェプセンはカナダのブリティッシュ・コロンビア州ミッション出身のシンガーソングライターである。デビュー当時の日本語表記はカーリー・レイ・ジェプセンであったためこのような日本語表記がなされる場合もある。身長157センチメートル。ブリティッシュ・コロンビア州ミッションにあるヘリテージ・パーク中等学校を卒業。その後、同州ビクトリアにある。 カナダパフォーミングアーツ大学に進学した。2010年のカナダの日でのパフォーマンス2007年のカナディアンアイドルで3位になった。2008年6月16日、デビューアルバムタッグオブオーを発表。2010年にはカナダのグラミー賞に値するジュノー賞で最優秀ソングライターと最優秀新人賞にノミネートした。2012年1月14日、 セカンドアルバムを発表した。この中の Call Me Maybe が世界的に大ヒットし、動画投稿サイト、YouTube では12億回以上再生された。また、日本テレビ系列のザ、世界行天ニュースのエンディングテーマにも使用され、12月19日にはエンディングでアコースティックバージョンで披露した。6月26日にはアウルシティと歌ったグッドタイムをリリースした。 マッチミュージックビデオアワードでは、フローライダーとデュエットした。9月14日には、日本のテレビ朝日系列のミュージックステーションに、出演した。2013年6月22日には、幕張メッセ、幕張イベントホールにて行われた、MTV 主催の国際的音楽受賞式、MTV ビデオミュージックアワーズジャパン2013に、出演した。8月11日には、 サマーソニックへ出場した。2015年、アルバム、エモーションに収録された、アイリアリーライクユーのミュージックビデオで、ローラと共演。2016年、ポップスプリング2016に出演。 スタジオアルバムリミックスアルバム ep。https コロンスラッシュスラッシュ www。u n i v e r s a l m u s i c c o j p スラッシュ cari ダッシュ、rei ダッシュ、jepsen スラッシュニューススラッシュに、零一、二ダッシュ、一一、ダッシュ、一、一、二、スラッシュ、一、二、スラッシュ、一、九、日本テレビ。ザ。世界仰天ニュースでパフォーマンス。 httpmusic,mix,sue.com,2012,06,20, カーリー・レイ・ジェプセン・アウル・シティ・グッド・タイム、シングル、http://www.barks.jp コロンスラッシュスラッシュニューススラッシュ ?id イコール10億83,025 h t t p w w w t v a s a h i c o j p m u s i c c o n t e n t ュ m l i n e u p 1 1 2 2 インデックスに html-https コロンスラッシュスラッシュ www.univrsal-music.co.jp e スラッシュ c a r l y r e j e p j s e n スラッシュニューススラッシュ2013-02-8スラッシュサマーソニック2013出演決定ローラ世界的歌姫とメガボルトで共演 踊りすぎてはお腹痛い。オラカン、2015年5月12日閲覧。AB、カーリー・レイ・ジェプセン・チャート・ヒストリー、カナディアン・アルバムス。ビルボード、2015年4月5日閲覧。AB、ディスコグラフィー、カーリー・レイ・ジェプセン。AUSTRALYAN-CHARTS.com。ハング・メジエン、2015年4月5日閲覧。 ディスコグラフィーカーリー・レイジ・ェプセンウルトラトップ B ハング・メジエン2015年4月5日閲覧ディスコグラフィーカーリー・レイジェプセン d-a-n-i-s-h-c-h-a-r-t-s com <S ハング・メジエン2015年4月5日閲覧チャーツでカーリー・レイジェプセンチャーツで メディアコントロール GFK インターナショナル2015年4月5日、閲覧 i taliancharts.com ディスコグラフィーカーリー・レイ・ジェプセンフィミー・ハング・メジェン2015年4月5日閲覧 AB カーリー・レイ・ジェプセンのランキングアルバム売上ランキングオラカン2015年4月5日閲覧ディスコグラフィー カーリー・レイ・ジェプセン。チャーツ .org.nz. ハング・メジエン。2015年4月5日閲覧。ab. アーチストチャートヒストリー。カーリー・レイ・ジェプセン。オフィシャルチャーツカンパニー。2015年4月5日閲覧。ab. カーリー・レイ・ジェプセンチャートヒストリー。ビルボード200。ビルボード。2015年4月5日閲覧。リプショッツ。 ジェイソン、カーリー・レイ・ジェプセン、ザ・ビルボード・カバー・ストーリー。ビルボード、プロメテウス・グローバル・メディア、2012年8月18日、閲覧。年間アルバムヒットチャート2012年。オラカン、2015年4月5日閲覧。年間アルバムヒットチャート2013年。オラカン、2015年4月5日閲覧。ジェイ・ホロビッツ、スティーブン、カーリー・レイ・ジェプセン。 アイオンテッド 2B イブレイブ with New アルバムイモーティオン Billboard 2015年8月16日閲覧ゴールドプラチナムミュージックカナダ2015年1月9日閲覧アリアチャーツアクレディテーションズ2015アルバムスオーストラリアンレコーディングインダストリー・アソシエーション2015年4月20日閲覧 ゴールド等認定作品一覧2012年12月、ワークスレシービングサーティフィケーションズリスト、レコーディングインダストリーアソシエーションオブジャパン、2014年2月13日、閲覧。カーリーレージェプセン来日、4、14、スッキリ、生出演決定、ユニバーサルミュージックジャパン、2015年4月14日、閲覧。 ゴールドディスク認定一般社団法人日本レコード、協会。レコーディングインダストリーアソシエーションオブジャパン。2016年3月31日、閲覧。ノート、ツーリトリーブオールアルバムサーティフィケーションズ、1タイプインカーリーレイ・ジェプセニン,ンザボックスアーティスト、2クリック検索、DJ、ハレド S ファーザーオブ、アサドイズディスウィーク、S ナンバー1アルバム。 フィムーシクニューズ2019年5月28日閲覧アリアオーストラリアントップ50アルバムスオーストラリアンレコーディングインダストリーアソシエーション2019年5月25日閲覧 NZ トップ40アルバムスチャートレコーデッドミュージック NZ2019 年5月24日閲覧カーリー・レイ・ジェエプセン来日414スッキリ 生出演決定。ユニバーサル・ミュージック・ジャパン。2015年4月14日。閲覧。あの CM 美女はカナダの人気シンガーが、世界初出演。恋する、女性応援。スポニチアネックス。 http://www.sponichi.co.jp/.entertainment/.news/.2016/.06/.19/.kiji/.k20160619012811780.html2016 年6月20日閲覧。ありがとうございます。